それではただいまより令和6年松山道後秋祭り愛媛銀行勝山お民所を開催いたします。本日の司会進行は北古東人佐伯が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに愛媛銀行頭取西川義則様よりご挨拶を賜りたいと思います。皆さんこんにちは。雨にもかかわらず、愛媛銀行のお旅所にお集まりをいただきまして本当にどうも、ありがとうございます。今年は古東人様40周年、北古東人様30周年とお聞きをしております。本当にどうも、おめでとうございます。私どもお旅所もですね平成9年から始まりまして、今年で、25回目を迎えます。皆様方と一緒に、この素晴らしい誇りある、松山道後の秋祭りを盛り上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。結びになりますけど本日お越しの皆様方のご健勝ご多幸を心からご祈念を申し上げまして簡単でございますけどご挨拶とさせていただきます。本日は誠にどうもありがとうございます。西川様ありがとうございました。ただいまからご紹介に移らさせていただきます。伊佐庭神社、龍神社、八丁会、副総代、清水寛治様
同じく副総代秋山義久様伊佐庭神社湯神社八丁会事務局長梅野仁様続きまして築山大神輿連合会大頭取古田正一様古東神大神輿大頭取海納真也様北古東神大神輿連合会大頭取花口義明様それでは本年度大頭取に就任されました築山大神輿連合会古田大頭取よりご挨拶を頂戴いたします。高いところから失礼します。雨の中雨の中なんで、短くご挨拶させてもらいます。本年度より、築山大神輿連合会の大頭取に就任しました古田正一です。よろしくお願いします。まだまだ大頭取としての、未熟な部分はあると思いますが、これからも、皆さんと一緒に、町方を盛り上げれるように頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。宮入り雨の中ですけど気をつけていきましょう。ありがとうございます。続きまして本年度最高40周年を迎えられました古東神大神輿海納大頭取よりご挨拶を頂戴いたします。元気ですか。元気でした。すいません本年40周年を無事に迎えることが できました。これも一重に皆様方のご協力の賜物だと思っております。これからも一生懸命八丁会のために頑張ってやっていきますのでよろしくお願いします。続きまして本年度最高30周年を迎えました北古東神大神輿連合会花口大頭取より挨拶を申し上げます。皆さん元気でした。古東神さん、姫路さんと、うちの北古東神、周年を迎えました。で、ね、まあ、今年はその周年のお祝い、まあ、めでたい日なんですが、まあ、最悪な雨の中こうして皆さん巡行本当お疲れ様でした。また宮入り、このお旅所を向けて宮入りするときは本当は安全運行で無事祭りを迎えるようにまた来年も、祭りができるように迎えたいと思います。皆さん協力のほどよろしくお願いします。それでは愛媛銀行頭取西川様より各おみこしの大頭取へのご祝儀をお渡しいたします。順番お願いします。築山さん、どうもおめでとうございます。築山もろたな。古東神さん、おめでとうございます。古東神いただきました。北古東神もろたろー。続きまして愛媛銀行本店営業部部長井上様より各おみこしへビール2ケースをお渡しいたします。
お呼びした順に各おみこしのご担当の方はステージまでお越しください。築山さん、加藤さん、いただいたぞ。ヤイさん、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 それではただいまより鏡割りに移らさせていただきます。鏡割りのご準備をお願いいたします。伊佐庭神社、龍神社、八丁会、清水副総代、お願いいたします。皆さん、早朝より、こういう雨の中、巡行大変お疲れ様でした。先ほど愛媛銀行西川頭取からお話がありました通り、このお宅地を25年前から使わせていただいております。我々、町方が最後にこお田部署を通って、この後見合いをするわけです。今年の祭りもいよいよ、これで終わろうとしております。最後にですね、ここに全てを出し切って、今年の祭りを終えたらと思います。そういう意味を込めて、乾杯したいと思います。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。清水副総代、ありがとうございました。Yeah!
月山大御所、お願いいたします。Good stuff.
ございます。総代の前に宮入りのご準備をお願いいたします。
愛媛銀行勝山女将賞を終了いたします。ありがとうございました。それでは見合い切りの準備をお願いいたします。
最高な後祭りという形でですね、ちょっと最後を披露して、今日のお祭りを締めたいと思っております。今日もですね、松本町の方から北古道神みこしについてやってきてくださいました騎乗大悟さん、お越しいただいております。騎乗大悟さんの太鼓をまず、聞いていただこうかなと思うんですが、はい、どうぞ。はい、失礼します。松本町からやってまいりました。古道神のみこしにさせてもらっております。騎乗大悟と申します。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私たちですね、今日人数が8人のメンバーで、ご参加してもらっております。人数が東京にかなわないけどね、一生懸命音量出して雨に負けず来ていただいたお客様喜んでいただけるように盛り上げていきたいと思います。最後まで楽しんでいてください。どうぞよろしくお願いいたします。
てるのかまどですか。もう一曲聞きたいですか。皆さんどんなですか。はい、もう一曲聞きたい。ジュースを飲んでいる場合ありませんよ。ジュースを飲んでいる場合。じゃあ一曲だけ。乾杯やない。乾杯という曲ですか。乾杯という曲ですか。じゃあこれが次が本当の最後です。あと5分ほどだけお付き合いいただけたらありがたいです。